ちが初めて別れた時、高間ヶ原になり出た神は雨の水上氏の神、次に高見むすひの神、次に神むすひの神、この三柱の神は皆一人神としてお姿を見せることはなかった。そうか、宇宙の初め混沌としたものの中から天と地が初めて分かれた。天上の聖なる世界高間ヶ原になり出た神の名は雨の水上氏の神。よし、雨土初めて開けし時、高間ヶ原になれる神の名は雨の水上氏の神、次に高見むすひの神、次に神むすひの神、この三柱の神は皆一人神となりまして身を隠したまいき、次に国土がまだ形を整えていず、水に浮かんでいる油のようでクラゲのように漂っていた時、水辺の足が目を吹くように混沌の中から伸びる生命体によってなった神の名は馬師足首彦次の神、次に雨の床たちの神である。この二柱の神もまた一人神でお姿を見せることはなかった。以上の五柱の神は天つかみの中でも特別に扱われる神である。なんとクラゲのように漂っていた中から足が目を吹くようにか。次に国若く浮かべる油のごとくしてクラゲなす漂えるとき、足カビのごとく燃え上がるものによりてなれる神の名は馬師足カビ彦次の神、次に雨の床たちの神、この二柱の神もまた皆一人神となりまして身を隠したまいき。あれここに山照らす大御神御かしこみて、雨の岩宿を開きて差しこもりましき、ここに高間ヶ原みな暗く橋原中津国ことごとに暮らし、これによりて常世ゆく、これよりてよろずの神の声はさばえなす道、よろずの災いことごとに起こりき、これをもちてやおよろずの神雨のおやすの河原に神集いて、重い金の神に思わしめて、常世の長なき鳥を集めて泣かしめて、雨のおやす川の川神の雨の片しわを取り、雨の金山のまがねを取りて、かぬち山つまらを巻きて、石こり止めの御事に仰せて鏡を作らしめ、玉の親の御事に仰せて八坂の間が玉の四つのミス丸の玉を作らしめ、雨の小屋根の御事太玉の御事を召して、雨のかぐ山の真押し家の型をうつぬき気に抜きて、雨のかぐ山の雨の母家を取りて占い今かなわしめて、雨のかぐ山の四つの正垣を猫地に講じて、ほつえには正垣の間が玉の四つのミス丸の玉を取り付け、中津に八幡の鏡を取りかけ、下絵には白に来て青に来てを取りしでて、この草草の者太玉の御子と太御手蔵と取り持ちて、雨の小屋のの御子と太のりと琴ほき申して、雨の田地からの王の神戸の脇に隠り立ちて、雨の渦目の御子と雨のかぐ山の雨の笹葉をたくさん入れて、雨の正垣をかずらとし
雨のかぐやものさをたくさんゆいて、雨の岩戸に浮世を伏せて踏みとどろこし、神がかりして胸地を書き入れ、模品をほとに押したれき、ここに高間原とよみて、八百万の神ともに笑いき。我がここにこもっているのに、天の原暗く、足原高つくにもすべて暗いだろうと思うのに、どうして雨のうずめの御事は踊ることができ、あまたの神々も笑うのだ。あなた様よりも立派な神がおられますので、喜び踊っているのでございます。なんとそのようなことが。安丸申す。それ根源すでにこりて、気象いまだ現れず、名もなく技もなし、誰かその形を知らん。しかれども剣魂初めて分かれて、三神増加の始めをなし、恩陽ここに開けて、異例軍品の親となる。およそ宇宙の初めにあっては混沌とした天地万物の根源がやっと凝り固まったが、万物の生命の兆しと形はまだはっきりと現れてはいなかった。それは何と名付けようもなく、どういう働きをしているのかもわからない。誰がその本当の形を知り得ようか。しかしながら、やがて天と地が初めて分かれると、御柱の神が現れた。うまし足首の木により世界は成長した。人の命が儚いように、物はすべて朽ち果てる。いずれ消えゆく者を追いかけていては、自ら滅びへ向かっているようなものだ。我らはどの世においても不変なるものを追い求めねばならない。国づくりはまだ完成していない。常に進化し続けているのだ。そのことを忘れてはならない。降ることの文、三巻にまとめ、王の安丸、比叡田のあれ、ここに慎んで献上いたします。